ブライトンの街並みブライトンはイギリスのイングランド南東部に位置する都市。行政上はイーストサセックス州ブライトンホブに所属する。知名度、規模ともにイギリス有数の海浜リゾートである。観光都市であることからホテルやレストラン、エンターテインメント施設が多数あり、これらの施設を活かしたビジネスカンファレンスなども頻繁に開催されている。この他の側面として 大学や語学学校をはじめとする教育施設が多い。このため学生が多く、パブやナイトクラブが多数あり、パーティータウンとしても有名である。1086年の土地台帳によれば、ブライトンはその頃、ブリステルメストンという名で呼ばれる漁村であり、ニシン4 0四千匹の時代が設定される村であった。1514年6月、英仏館の戦争中、ブライトンはフランスからの侵入に遭い、 聖ニコラス協会及び今日のザレーンズ地区を除き、街は炎に包まれた。1545年に作成された絵画に、当時の街の様子が描かれており、侵入の様子を伝える、最も古い絵画である。1740年代から50年代にかけて、ブライトン北部に位置する、ルイス村のリチャード・ラッセル医師は患者に対して、海水から生成した薬を処方し始めた。 1780年までには、摂政時代建築様式の連棟式、集合住宅の開発が始まり、漁村は海岸沿いのリゾートとしての急速な成長を始めた。1783年には、リージェント王子がブライトンを来訪し、彼の庇護もありがいの成長は、さらに著しくなった。ジョージ4世国王は、休暇の大半をこの町で過ごし、 インド風のエキゾチックで優雅な建築物であるロイヤルパビリオンを彼の国王即位前の摂政時代初期に建築している。1841年にはロンドンからの鉄道路線が敷設され日帰り旅行者が急増し人口も1801年の7000人程度から1901年には12万人を突破した。ビクトリア朝時代にはグランドホテルウェストピア パレスピアをはじめとする象徴的な建築物が登場した。1873年から1952年にかけて地域は何度も拡大され、1854年の1640エーカーから1952年の14347エーカーへと大きく拡大している。地域拡大によってブライトンに編入された地域には新しい宅地が開発され、 都心のスラム街再開発も行われた。また、公営住宅の建て替えも進められ、ブライトンの様子は、この時期に劇的に変化した。近年では、ブライトンは再び摂政時代のような高級で勝者な街という印象へと回帰している。行政面では、1997年にはブライトンは、隣接する、ホブと共に単一自治体のブライトンホブを、形成し、 2000年には、シティの称号を与えられた。ロイヤルパビリオンパレスピアロイヤルパビリオンは1800年代、初頭に王室の住居として、摂政王大使によって建築され、インド風の外観と、オリエンタルな内装が美しい、ブライトンの目玉となっている、建築物である。なお、ロイヤルパビリオンと周辺の土地は、ブライトン市が1849年に5万3000ポンドで、買い取っている。 パレスピアは1899年に完成した桟橋であり、ゲームセンターや遊園地があり、ジェットコースターなどを楽しむことができる。ウェストピアは1866年に完成し、1975年に改修のため一旦閉園された。ウェストピアはイングリッシュヘリテッジから指定建造物第1級に認定される。 イギリス国内に二つしかない貴重な桟橋の一つであったが2002年12月に起こった嵐によって崩壊し翌年に消失した2006年6月ウェストピアのあった場所には I360 と呼ばれる展望台建設を行う旨が発表され市当局によって2006年10月11日正式に紹介された1883年8月に開通した ゴルクの電気鉄道がビーチの内陸側に沿ってパレスピアからブラックロックまでを走っており、この鉄道は現存する世界で最も古い電気鉄道として有名である。また1896年から1901年まで会場を走行するブライトンロッティングビーン沿岸電気鉄道が運行された。夏のケンプタウンビーチビーチが最も目玉となる観光施設であり、 砂浜に沿ってバー、レストラン、ナイトクラブ及びゲームセンターが立ち並んでいる。砂浜の内陸側にもアトラクションが多数あり、時折誤ってロンドンの海岸線とも呼ばれる。ロンドンから日帰りで行けるビーチリゾートとして人気で夏には多くの人が訪れる。イギリス国内にはほとんどない公式のニューリストビーチが ケンプタウン地区南東部分に指定されており、大都市近郊に存在している点でも珍しいと言える。1978年にブラックロック地区にあった屋外水泳プールが取り壊され、それ以来海岸線の最も東に位置する地区はヨーロッパ最大級のマリーナとして大規模に開発されている。しかしながらプール自体があった場所はスケートパークと落書きの壁を除いて、 空き地のままであり、海岸線西側に位置する、ホーブ地区にあるキングアルフレッドレジャーセンターのような、高層ホテル建築を中心とする、さらなる再開発が市民とメディアの間で、議論されている。ブライトンは、レベラーズや、ファットボーイスリムをはじめとする著名なミュージシャンとの、関係が深い街でもある。パブやナイトクラブが多いため音楽に接する機会も、多く、また、 ブライトンセンターをはじめとする大規模なライブが行われる施設も多数存在する。政党による年次大会を中心として、ブライトンでは数多くの会議も開催されている。また、スポーツやレジャー施設の種類も豊富で、中でもサイクリングやモータースポーツが盛んであるため、毎年ロンドンブライトン間のレースが開催されている。ブライトンフェスティバルは毎年5月に開催される。 芸術祭である。ブライトンホーブ市の至るところで、子供たちによるパレードなどの行列、大規模な花火、映画や音楽やビジュアルアートを目にすることができる。このフェスティバルの以前からの特徴として、オープンハウスというコンセプトがあり、これは画家や職人などの芸術家の工房や家を一般開放し、芸術家やその同業者の作品を見てもらったり、 販売したりする活動である。ブライトンミュージアムアートギャラリーブライトンには、私立ブライトンミュージアムアートギャラリーや、ブース自然史博物館、漁業博物館、おもちゃと模型博物館など、数多くの博物館や美術館がある。私立の画廊も数多く、その一部は海岸沿いにあるアーチを利用して設置されている。中には、絵画の展示、販売を カフェや場合によってはバーで行っている場合もある。ブライトンの劇場には最近規模を拡張したコメディアやシアターロイヤルがある。マールボロシアターやナイチンゲールシアターといった小規模な劇場もいくつかあり、両者は共にパブの2階に位置し、マイナーだが魅力的な作品を上演している。また、ブライトンは映画産業との関わりも深く、デュークオブ。 ヨーク映画館は1910年9月22日以来長い歴史を持つ。ブライトンは LGBT コミュニティの多い街であり、LGBT を援助する団体や関連する新ショップ、バー、ナイトクラブなどが数多くある。よってブライトンはしばしばイギリスにおける同性愛者の首都とも呼ばれる。毎年8月にはプライドパレードが開催されており、 数多くの参加者と監修がブライトンに足を運んでいる。ブライトンには信仰及び人種、民族的な点からのマイノリティを援助する団体が数多くある。市当局も多様性を促進させる寛容な政策をとっている。ブライトン大学があり、学生が多く住んでいる。また、近くのファルマーにはサセックス大学もある。ファルマースタジアムプロサッカークラブのブライトンホブ。 アルビオン FC が本拠地を置く。1983年に FA カップ決勝まで進出した。2017から18シーズンからプレミアリーグに昇格した。ホームスタジアムはファルマースタジアム。同スタジアムはラグビーワールドカップ2015で試合会場の一つとなり、南アフリカ対日本戦などが行われた。ロンドンからブライトンへのアクセスは主に鉄道と、 高速バスの2種類がある。鉄道の場合、ブライトン駅までは、ロンドン中心部のビクトリア駅から約51分、または、ロンドンブリッジ駅から約1時間である。列車はいずれもゴビアテムズリンクレールウェイによって運行されており、ビクトリア駅発着列車はサザンブランドを、ロンドンブリッジ駅発着列車はテムズリンクブランドを用いている。高速バスは、ナショナルエクスプレスが、 ビクトリア高ー駅から発車し、終点プールバレーまで毎日運行している。ありがとうございます。